気がついた。今のうちに何か食べておいた方がいい。朝になったら私もここを出なければならないから。君は外の世界の人間だ。本当はこの世界のことに巻き込まれるべきじゃないんだ。夜明けまではこの部屋を好きに使うといい。痕跡は全て私が消しておくから安心して。それはできない。
君をこの世界に呼び出す術はとても大変だったんだ。それ相応の対価も払った。ロタチ様、祭司の間から物音がしたので確認に参りました。異常はない、下がりなさい。良い。我々は反乱軍です。白銀の騎士の命を受け、あなたを助けに参りました。あなたが生贄になる必要はございません。彼女に助けなど必要ない。さすがは魔法塔の旧跡、手ごわいわね。危ない。
私は大丈夫だよ。少し厄介なことになったな。これだけ派手に争ってしまってはシーラン様の目はごまかせないだろう。間に合わないと思う。見てるだけは嫌なんだ、コチェ。誰もいない。反乱軍に連れ去られたんだ。静かに、私から離れないで。おいで、ここなら安全だ。しばらくここにいてほしい。大丈夫、必ず私が君を守るから。そろそろ行かないと。君の捜索に参加しなければ私が疑われてしまうからね。いいかい、絶対にこの部屋から出てはいけないよ。Thank you.
シリンの水鏡でお前のいた世界を見たことがある。お前のそばにいるときは白銀の騎士は確か妖剣と名乗っていたな。そんなに意外だったか。僕が来たぐらいでいちいち慌てるな。それでよくスージーが連れてきた連中を撃退できたな。今、皇帝は兵を総動員してお前を探している。反乱軍がお前を連れ去ったと思い込んでいるんだ。たく、迷惑な話だ。大丈夫？さっきここに誰か来た。シリンの部屋だよ。シリンは私の妹なんだ。謝らないで。君は全然悪くない。そもそも君は好きでこの世界に来たわけじゃないだろ。私たちが目的のために勝手に呼んだんだ。もっと強い力が欲しい。この災いから何とかして逃れたい。誰かを、何かを守りたい。でも
ついにシーラン様ご自身が君を探すことになった。シーラン様が魔法陣を展開したら、私では君を守りきれないかもしれない。そうだね。これを君に託す。これはシリンが作った聖冠だ。運命に抗い希望をもたらす魔法のアイテムだとシリンは言っていた。私たちの問題は私たち自身で解決するべきなんだ。君を巻き込むのは間違っている。シリンが最後の日々をここでどんな気持ちで過ごしていたのかはわからない。でもシリンはきっと何かを変えたいと思っていたはずだ。私も同じだ。私も何かを変えたい。どんな結末が待っていようと後悔はしない。君の一番の願いを思い浮かべて。願いのイメージを思い描くんだ。君には特別な力がある。故郷のことを強く思えばきっとうまくいくよ。私にとって君の存在は希望の光だった。君なら何か変えてくれるんじゃないか。私たちにできなかったことを成し遂げてくれるんじゃないかって、実は期待してたんだ。私たちのことは忘れても構わない。ただ私は君に元の世界に戻ってほしいんだ。自分の責任と運命から逃れようとは思わない。この世界がどんなに残酷でも、ここが私の生まれ育った場所だ。ここには私の守るべきものがある。でも君は、君はこの世界のことは夢だったと思えばいい。ただの物語だったんだって。そしていつかとても美しい春の日に思い出してくれたら嬉しい。私たちがこの世界にいたことを。